皆様こんにちは。今日は釣り動画です。はい、7月の8日の土曜日に釣りに行ってきました。なんで声枯れてんだろう。着いたのが2時ぐらいかな。で、私サブチャンネルの方で引き寄せれるよっていう話をよくしてるんですけれども、いつもねウグイを釣った時もイワシを釣りたいなって言って行ったんですが、まあ一匹も釣れずって感じだったんですけど、今回はイワシが釣れたって言ってそういう気持ちで行ってみたんですよ。そしたらなんとすごい釣れたということで、ちょっとね釣りの様子をね、ちょっと私のねお友達になった釣り仲間のね、おじさんも登場しますけれども、ちょっと見ていただこうと思います。どうぞ。今日は今から苫小牧に釣りに行きます。ちょっと今日はね小学生軍団を一緒に連れて行きたいと思います。だから釣りたい魚はねちょっと決まってるんですけど、釣れると決めて行きます。ちょっと今から漁港に着いたらまた撮影したいと思います。今日風あんまりないね。着きました。海に着きました。今何時だろうな。あ、ちょっと待って、私の友達のオレンジのおじさんがいるかもしれないの。今日はね、今日は釣り人がめちゃくちゃ結構いますよ。意外とすごいいる。風はないし、どうだろう、結構釣れたらいいな。今からちょっとねイワシを釣ります。もう釣りますって決めちゃうから、釣ります。オレンジのおじさん、オレンジのおじさん、オレンジのおじさん、また来ちゃった。こんにちは。サバの小さいのあるけど持って一回。うん、今ねサバ釣れたよ。釣れた。一匹。オレンジのおじさん今日いるかなと思って探してたの。え、今日イワシ釣れた？イワシ釣れたよ。マジ？マジ？行ったんだ。俺ちょっと今日床屋さん行ってさ、うん、で9時ぐらいに来たらちょうど隣の人が、いやいや今連れ出したところだ、いい時に来たって言われて、うん、行ったよ。え、でもこれから30分ぐらいしたらまた釣れる時間来る？来る。ちょっと俺もう何とも言えない。何も帰んの？帰るよ。もう俺明日仕事入ってるから。そうか、じゃあ会えてよかった。じゃあこれから粘るわ。私今来たから。サバくらい持ってるね。サバ？いや、いいよ。だっていっぱい釣れて。俺昨日がっぱり釣ったんだもん。そうなの？もし当たったら持ってくんだらあげるし、いらないんだら俺隣の人にやる。じゃあ隣の人にあげて。あ、いいの？うん、いいよ。だって私これからがっぱり釣るんだもん。お、頑張って。はーい。イワシはね、あげれないのよ。サバ？いいよ、私釣るんだから。え、ちょっと待って、イワシ見て。嘘でしょ、こんなに釣ったの？え、イワシこんなに釣ったの？うん、まだ少ない方が。ちょっとじゃあ私絶対釣れるじゃん。いや、わかんないよ。やだー。待って、刺身にするんだってば。ですよね。サバ持ってく？いらないでしょ。え、サバ？ちょっとお友達がいました。なので頑張ります。来た来た来た、行くよ行くよ行くよ。ほらほら、待って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 。あ、ちょっとやだやだ、重たい重たい重たい。来た。ちょっと影だから全然映れない。え、すごいすごい血だらけだけど、これはね絶対イワシさんです。やった、イワシ釣れたって決めたらさ、釣れたよ。イワシが釣れました。はい、来た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 。ちょっと巻くね。あ、来ましたよ。何来た。行きます。おー、ちょっと待って。え、巻けない巻けない。もういいや、このまま巻けよう。あ、おっきい。はい、イワシ、はい、ちょっと待ってよ。そのままバケツに運ぶ。
はいよ。いいよ。でかい。でかいでしょ？でかい。でかいよね。でかいよね。何がでかい？これ。これほら。でかっ。でかいよね。でかっ。え？でかいでしょ？はい。はーい。俺マミーに渡した瞬間に。そうだ。はいよ。わあすごいね。イワシもさ。取れた。イワシもあれだね。あった。いや。めちゃくちゃ釣ってるからもうボン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 もう何十匹釣ってるんだろうって感じ。えこれ何匹いるの一体？50いるわけなくね？ちょっと待って、はいはいはい、ごめん。はいよ。今日はうわおわお。今日ねこれ氷も入ってるからお刺身で食べれます。今日の収穫すごい。はい。あーって言ってる。結構まだね夜遅いけど釣り人は割と多めですね。今日は土曜日だからかな。来た誰来た？キツネさんがいます。キツネさん魚あげるからおいで、ね、キツネさん魚一匹あげるからおいで。あ魚さんおいで。あ逃げちゃう。来たキツネ。キツネさん魚魚魚さん食べて、あ、どっか行った。バーイ。あ、置いた。食べな。お腹空いてるんだよ、痩せてるもん。危険だから一匹増やそうと。バイバイ。はい、というわけで、オレンジのおじさんもいてね、会えて嬉しかったんですけれども、違うね、釣りのね、おじさんも、ね、すっごいいろいろ教えてくれて、イワシ釣るならこうやってやった方がいいよ、みたいなことね、教えてくれたりする方がいて、はい、小学校、軍団をね、まあ4人連れて行ったんですけれども、すごい釣れた。50匹ぐらい釣れたのかな。で、ちょっと今からね、それをお刺身にして食べようと思います。やっぱりさ、釣れたと思えば釣れるんですよ。はい、よくわかんないけど、今日は釣ったお魚を今からお見せしたいと思います。はい、というわけでこちら今日のね、すごいよねこれ、すごいよこれ、ちょっとこれじゃわかんない。じゃーん、見えないよね。うわすごいいっぱい。ちょっと待って、すっごい生臭い。ちょっと一回ね、この海水を捨てます。ちょっとやばくないです？え、泥？何これ、鱗と泥だ。鱗と泥がすごい。ねえ、イワシを釣りたいって言ったらさ、こんなに釣れることあるのかな。これどうすればいいんだろう。全部とりあえず私ね、おすすめで食べようと思ったんだけど、ちょっとこれすごいよこれ。あのね、まずね、この子はね、サバだね。この子だけサバで、あとね、なんかね、キスって魚が1匹釣れてたんだけど、あとは全部、あ、これサバ、あれサバくん、あ、ちょっとすごい。サバが2匹いました、サバが。サバくんわかります？サバくんが2匹。と、あとはね、多分、イワシ。うん。イワシです。ちょっとこれをね、お刺身に、私がね、さばいていきたいと思います。ちょっと待って、これさ、待ってた。氷入れてたから、氷入れてたんだけど、ちょっとまずさばける分だけ。これね、イワシくんもね、あれなんだよ、ほら鱗がね、もうね、触っただけでニシンと一緒でキラキラキラって取れちゃうタイプのお魚でした。うん、だから鱗はついていません。もうこれをね、はい、ほら鱗ね、こうつい、わかります？キラキラってこれついてんの。キラ、ほらもう取れちゃうんですよ。これ触っただけで、だからもうこうやってやったらもう取れて鱗はついてません。よく洗う、ね。でね、私びっくりすることに、このイワシくんのお刺身の仕方をね、仙人に聞いてきたんですよ。オレンジのおじさんの、言うお刺身、イワシをお刺身にするには頭を取るでしょ。頭を取って、それからね、
ここにね、骨に指を入れて爪でグーってやるんだって。それで両方とも、それでお刺身にするんだよって。だから三枚おろしっていうかね、爪でやるんだよみたいなこと言うの。本当かな。ちょっとやってみますね。ちょっと本当初めてなんだよな。三枚おろしっていうのが私できないので、ちょっとこのね、次のやつで一回三枚おろしってやつを見よう見まででやってみます。でね、まずね、頭を落とす。これはあの、なんだっけ、おじさんの、オレンジのおじさんが教えてくれたやり方でやってみますね。頭を落としたら、次まず内臓を取ります。内臓を取ります。鱗がもうないでしょ。頭取って内臓を取りました。ちょっと細かい骨がすごいんだけど。でね、あのね、おじさん曰く、ちょっとこれをね、こっち側を背骨なんかピーッとちょっと線を入れて、ここにね、それでこうやって持って、この骨のところ、この太い、一番太い骨のところに指をこうやって入れるんですって。で、爪でね、尻尾の方までガーってやるんですって。ちょっとやってみますよ。そんなんで本当に骨が三枚おろしになるのか。え、ちょっと待って、どこに骨あるの。はい、いきます。え、ぐー、はい、うわ、ちょっと待って、こんなこと、こういうこと、はい。で、これをね、よいしょ、こうして、こっちは、今度はこっちの反対にして、この骨のところに指を入れて、あの、ね、骨のところに沿ってグググググ。これさ、本当にさ、千人しかやってないんじゃない。よいしょ。そしてここをちぎる。こうしたら、1、2、骨で、これイワシって本当に食べるとこ少なで、ここをカットして、こっちもね、こっちもよくわかんないけどカットして、でね、皮をね、そしてこの皮を剥ぐらしいんですよ。こうやっていきますよ、皮を。えい、こんなにビラッて剥がれるもんなの。あ、見て、すごい、ピーッ、失敗した。ちょっと待って、あ、ちょっと食洗機が止まった。すごい、見て、あ、ちょっと飛んじゃった。ほら、皮が取れて身も綺麗。あのおじさんやっぱさ、天才じゃない。三枚おろしができない私みたいな人にはさ、これすごいいいよ。で、皮をこっちもピーって剥いたら、見てよ、ほらほら、身だけになりました。それをね、2つに切って終わりって言ってました。2つに切って終わり。ちょっと待って、はい、これを、うん、尻尾こうやって4個にして、これでお刺身だって。ちょっと骨がちょっとたまにあるような気がするけど、まあいいか。すごくない、このやり方すごくないですこれ。あのおじさんマジで天才だよね。でも一回ちょっと3枚おろしを、私のあの3枚おろしをね、見よう見まねでやってみたいと思います。はい、頭取って、多分ね、多分こう内臓取って、
ガガガガガガ切れてないな。いいよ、内臓を取ります。内臓上、内臓を取ってよいしょ上、ちょっと三枚おろしってさどうやってやるの、誰か本当に教えてほしい。私のね想像でやるんだけど、どうやってやるんだろう、骨に沿ってこうやってやるのかな。まずちょっと分かんないから ここちょっと切ってみようかな。そんなことするのかな、分かんない、どうやってやるの。ちょっと一回なんかよく分かんないけどこっちも切ってみましたけど、これでどうやってやるんだろう、ちょっと分かんない本当に。でもちょっとやってみます。骨に沿って、骨に沿えなくない、骨ここでしょ、ちょっとやってみますね。無理だ、どうすんのこれ。はい、あ、何これ、あ、ちょっとごめんなさい本当。こんなことやる人いる、無理じゃない、何これ、こんなことやる人いる、何これ、どうすんの、何これ、あ、はい、すごい、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、何これ、ちょっと待って一回やってみようか、こっちも、はい、これで骨に沿って、骨に沿ってって言ってさ、骨に沿れないよこれ、わかんないけどやってみようか。ね、あったからこれの上を多分切る、これさ相当見余るんじゃないの、こんなことやって、ちょっと大丈夫これ、ちょっと私お母さん見てんだけどこれ大丈夫かな、恥ずかしいからもうお母さん多分、あ、ちょっと何これ、どういうこと、はい、いきますよ、あ、ちょっと待って、これさ本当に練習とかしてないからね。よし、できた。はい、できた。はい、できた。ほら、これでしょ。で、これでしょ。で、これ。ちょっと待って、身がめっちゃついてるけど。ほら、もう、ほら、これちょっと骨に沿ってこうやってやってみようか。ほら、見て。あ、ひどい。ほら、すごい食べれるよこれ、身がいっぱいくっついてる、すごい最悪、ペラペラのものができた、何してんだろう、ちょ、皮を剥ぐ、剥ぐっていうのこれ、皮を剥く、はい、皮を剥くから、これ手でやんないもんね普通、普通なんかこうやってやって、どうやってやるんだっけ、なんかこうやってやってさ、無理だ、あ、分かった、こうやってやるんだね、なんかこうやってやってますよね、みんなこうやってて、ギギ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 ギ、おー、すごい、全然できない、何これ、あ、まあできてはいるけどちょっといいか、こうやってやって皮を剥ぐ、あ、皮にも身がついちゃってる、何これ、ダメだわこれ、ダメだねこれ、でもこれが本当のやり方だよね、でもねこれね、イワシね、なんて言うんだろう、手でこうやってピーって剥いた方が簡単です、簡単だしめっちゃ綺麗に剥ける、はい、おしまい、何これ、ひどいですね、人生初めての三枚おろし、きました、まあいいか、なんかすごいペラペラだけど
お母さんが見ないことを願おうか。はい、おしまい。これね、やっぱりね、はい、おしまい。あー、すごいわこれ。もうほとんど身がない状態で骨だけ取れます。そして皮を剥いて、皮をね剥いて、あ、取れちゃった。皮をまあ綺麗に剥ける。で、こっちも皮を、これイワシってさ、刺身にしたい人さ、絶対この方法いいよ。めちゃ簡単だもん。はい、ピー、あ、剥けなかった。はい、はい、おしまい。はい、出来上がり。はい、出来上がり。こうやってちょっと残り2匹もやりたいと思います。今日はね、ほら、はい、出来上がり。はい、すごい。三枚おろしにしない方が綺麗でしたね。てか私の三枚おろしが下手なだけか。じゃーん、意外とさ、ぐっちゃぐちゃになるかと思ったけど形になってる。はい、意外とさ形になってますよね。もっとなんかぐちゃぐちゃのたたきみたいになると思ったんだけど、あのオレンジのおじさんのおかげでね、綺麗にできました。はい、はい、というわけで今日も顔は映ってないんですけど食べていきたいと思います。今日はね、あのね、タリスカ10年、これタリスカ10年っていうんだよね。タリスカ10年を開けてハイボールにして、ハイボールの方がいいのかな、ロックのストレートの方がいいのかな。これね、海のさ、なんか塩っぽい味と、これアイラ、これアイラ系なの、アイラ島なのかな、スコットランドって書いてある、ちょっとよくわかんないけど、これを飲んでみたいと思います。私ね、あの癖がちょっとまだダメなんだけど、ちょっと飲んでみたいと思います。はい、というわけでちょっとこれね、イワシのお刺身するのに、イワシ釣ったらもうすっごいでっかい氷買ってきて、それをクーラーボックスに入れて、それでもうキンキンに冷やした 海の海水にもうボンボン入れてってってやんないとお刺身で食べれないよっていう風に言われたので、そういう風にして、家に帰ってきてから速攻で冷やしたんですけど、これ今何時だと思います？私見て、朝の7時2分。はい、7月9日日曜日朝の7時2分。これね、なんでこんなことになっちゃったかっていうとですね、早く食べろって感じなんだけど、まず帰ってきて小学生軍団がね、泊まるって言ってたんですよ。それで泊まらせて、まあご飯とか食べさせて泊まらせて、寝たので、なんか彼らは2時ぐらいに寝たんですよ、謎に。それで、私が寝ようと思ったら、私の部屋にね、なぜかね、長男がですね、中学生の長男が私のベッドを占領して、寝てたんですよ。ってことで、私そこに寝ることは禁止だと思うんで寝てなくてですね、それからカラスすごいうるさいけど、11時から3時までちょっとお友達と、楽しく電話しちゃって、それで気がついたら楽しすぎて、朝になっちゃった。それでそのままお風呂入って今に至るってことなんですよ。はい、ということで、釣ってから何時間経ってんだろう、これお刺身大丈夫なのかなって感じなんですけど、はい、いただきます。
後でお腹痛くなるのかな、大丈夫かな、ちょっとすごいよ。あのね、本当にオレンジのおじさんが言った通りのあのさばき方でさばいたら、本当見てください、めっちゃ綺麗なの。これさ、私が三枚おろししたらぐちゃぐちゃになっちゃったけど、こんな風にした方がいいんじゃないですか。ちょっとあの見た目ね、あのさばいてる最中ちょっと気持ち悪いかもしれないんだけど、ちょっとイワシのお刺身すごい美味しい。これさ、1匹で、あのちっちゃいからね、1匹であの4個しかできないからかなり釣らないといけないけど、これさ本当にさ、何あのオレンジのおじさんのおかげでさ、すごいすごいじゃんこれ。うん、骨もついてないし、すごい美味しい。これ釣り人のさ特権だよね、イワシのお刺身って。新鮮じゃないと食べれないよって、あのオレンジのおじさん以外の人も言ってました。全然癖もない。ちょっとこれ誰かにあげたいね、いつも言ってるけど。これタリスカ、タリスカ10年開けよう。よいしょ、はい、これはコルクだ。あ、私こぼしそう。おお。え、これってどんなウイスキーなんだろう。ちょっと入れてみます。え、すごい、結構なんか楽しみだったんですよ、タリスカって。すごい有名だから、はい、ちょっとね、ロックで飲んでみたいと思います。ちょっと待って、香りはね、うん、普通。甘い。あー、癖はある、塩っぽさは分かんない、全く。塩っぽさわかるかも。あー、これちょっと待って、あ、ちょっとこれね、あのアーノベックとか、あのなんだっけ、ラフロイグとかに比べたらすっごい癖はそこまではないし、美味しい。うん、甘いし美味しい。ちょっと待って、皆さん忘れないで、朝の7時ってこと。私ちょっと一切寝てないので変なテンションなんですけど、はい、というわけで私はこうして今食べていました。いやー、ちょっとすごい、私次オレンジのおじさんに会ったら本当に感謝しよう。だってさ、このさ、あのお刺身の作り方私知らなかったもん。みんなの前でさ、三枚おろしさっき作ったけど、あ、三枚おろしにしたけど、三枚おろしとんでもない下手だったからね、びっくりしちゃった。うん、めちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しいんだけど、めちゃくちゃ美味しいんですけど、めちゃくちゃ美味しいんだけどさ、7時10分なんだよ、朝の。どうしよう。飲みづら。なんだ、これがタリスカ10年なのね。嫌いじゃないな、私これ嫌いじゃないですね。
あの飲みやすいのばっかり最近ね、あのなんだっけ、シーバスリーガルの水なら12年とか、なんだったっけ、イチローズモルトとかの白ラベルをこの間も飲んだと思うんですけど、私の動画を見てくださっている方は分かると思うんですけど、癖ないの続けてたんだけど、これ美味しいよ。タリスカ、タリスカ10年飲んでる方いらっしゃいますか？タリスカ10年ってハイボールにするんで、ハイボールの方が有名ですよね、飲み方。分かんない、全然分かんないやん。普通にロックの方が美味しい。癖は残ってはいるんですけど、ストレートの方が、じゃなかった、ロックの方が美味しい。これストレートの方が美味しいかな。ちょっとストレートにしてみます。なんかね、全く寝ないで、朝15分ぐらいなんですけど、全然眠たくない。この変なテンションなんだろう。ちょっとあのなんだっけこれ、なんだったっけこれ、ストレートだ、ストレートで飲んでみます。あー、やっぱりすごい、ストレートの方が匂いが、絶対ストレートの方が美味しい。すごい、これ塩っぽさない、なんか私には全然わかんないけど、美味しいウイスキーなことは間違いない。あとね、ハイボールで飲むのが有名なのに、ハイボールよりストレートの方が全然美味しいです。味、なんとなく癖とかは残ってるけど、ハイボールも。でもやっぱり甘さも全然なくなっちゃうし、っていうか食事に合わせるんだったらストレートじゃなくてハイボールの方が合うのかな。ハイボールの方が合うね。食事の時はハイボールの方がきっと合うんだろうけど、ストレートで飲んだ方が美味しいっていうことでした。というわけでね、私はね、本当に7時16分に何をしだしたのか、お酒を飲み出したという、寝ないでお酒を飲み出したっていうね、これね。はい、というわけで、あの小学生軍団がね今寝てるので、あの撮影ができる。なんでかというと、私あの YouTube やってるってことを彼らは知らないので、お友達ね知らないので、あの車の中でもね、あの今苫小牧漁港に向かってます、カメラに向けて言ってたら、何言ってんのみたいな感じだったんですね。なのでうちの息子がね、あのママちょっと変わってるじゃんって言って、趣味なのよそういう独り言って言い出して、それでね、みんな趣味だったら SNS にでもアップすればいいのにって小学生に言われて、そうだね、もうちょっとの練習してから載せるわって言ってたんですけど、すごい変わったお母さんだと思ってんだよみんな、本当に。でね、ちょっとそうだよね、朝からストレートのウイスキー飲んでんだもん、変わってるよっていうか、なんかもう酔ったな。てかこのイワシは本当に美味しかった。で、釣りのさ、この釣りって何釣ってきても美味しいですね。ウグイの時もそうだったし、自分で釣るとなんか何でも美味しい、そんな気がする。
あのたまにコメントでね、あの釣りやってる方が何釣れましたよって教えてくださる方がいるんだけど、あのどうやって食べてんだろう、あのお刺身なのかな、すごいな、もうぜひね釣りやる方は教えてください、何釣ったよとか、あとウイスキーね、タリスカ飲んでるよっていう方とかね、うん、やっぱり癖がある、私はさ朝から何やってんだろう、うん、朝からね犬の散歩をしてる方がいるんですよ、それは朝だからね、私はこの朝からイワシのお刺身を食べながら飲んでます、これ終わった後ねまた飲んで、イワシのお刺身は美味しいので食べきりたいと思います。はい、というわけで今日はもう長い時間ね、釣り行って、そしてまたさばいて、そしてお酒も飲んで、そして食べるという、また何の動画だかよくわからない動画を出してしまったんですけれども、私意外と三枚おろしできてないけど、あのお刺身釣ったイワシは刺身にできたぞっていうね、皆さん真似してください、オレンジのおじさんが教えてくれたやり方で、あの三枚おろし苦手な方はねグッてやったら意外とできるぞっていうことを、ちょっと伝わったかしら、ちょっとねちょっとやり方ちょっと汚いんだけど、ぜひ三枚おろし私苦手なのっていう方はね、小さい魚は釣ってきたらねぜひ挑戦してみてください、私があのおじさんに教えてもらったやり方でした。そしてタリスカ10年が意外とすっごい私が想像してたより美味しかったので、またこれをね飲んで、ちょっと飲みすぎないように気をつけないといけないんですけども、はい、飲んでいきたい、最近はねあのまたこれをね、開けるまではこれを飲むでしょう、ということで今日はここまで、今日も最後までご視聴本当にありがとうございました、また次回の動画で